自分で版作って手刷りするみたいなのから、はい、一番最初スタートしてみたいなでもパーポでやってたね最初ねすげえだ DM ベースで「欲しいです」みたいな感じでそれでやってたから自分で写真来て自分で写真のたちも、ね、あそうそうそう <laughs> こうインスタグラマーのこに上げてみたいなと全然してなくて <laughs> してなかったんだそうそうそう今ねケボズメンバーでいたら60人ぐらいいるんでけど全部直営店でやってる <laughs> フォロワーの数だけにとらわれちゃいけないなっていうのがめちゃくちゃ思う<ー> はいということで今回のゴールドラッシュポッドキャストのゲストは今日の社長ケンボウさんですお願いしますよろしくお願いしますですお願いしますちょっと今日はこのガーラナガーラナこれ北海道の飲み物なんですけどまさかコラボしてるっていうちょっとこれ今回ちょっと飲みながら一回俺飲んだことあるんですけどめちゃくちゃうまかったっすいやこれ最高よね最高っすよねマジでこれちょっと乾杯しますかオッケー。 大丈夫かな？これ大丈夫ですね。オッケー。失礼。ありす。ありす。あすわあちょっと乾杯ということで。うん。 めめっちゃこぼれたう最高だです味はバナナでそれだけケボズブルーにしちゃうそういうことっすよね俺ブルーのバナナとか見たことないからそうブルーのガラナね結構珍しいと思ういやですよねそんなことできるんだぐらいな感じです色替えのねん。これやっぱ北海道だったらもう飲みながら育ちじゃないですかであ俺一回蔵前行って蔵前のお店あるじゃないですかでえっ ガラナみたいな味もガラナだみたいなすごすぎるみたいなでも北海道あれ使ってきたそうそうガラナねどうしてもやりたくてんかこう朝日課に店オープンするタイミングとかで出せたらなみたいな感じでそうでうちの営業とかをやってる子がはい函館のね株式会社小原って会社なんだけど函館のね結構奥にあってあそのガラナがそうですああなるほどですね東京から あの12時間ぐらいかけて、それでなんとか,なんとか <laughs> 一緒にでできてもなかなかその多分服のブランドと飲料のこのコラボみたいなのあんまないと思うんですけどこれはもう普通にこういうブランドで一緒にやりたいんですみたいな感じかあそう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 あマジっすかそう昔俺がね、はい、いつだろう中学校とか小学校の時とかに、はい、エイプが「ピプシー」ペプシー 私やってるの見て「おっかちでえな」みたいなって俺らも飲料やりてえなと思ってそうらなそこらなチョイスが最高っすねそうたいななるほどっすねすげえないやもうケボズはもう多分まあそのまあ俺もそうっすけどやっぱヒップホップ業界でケボズ知らない人マジほぼいないんじゃないかなっていういや嬉しいに俺もそれぐらい思っててでなんかそのなんていうんですかねやっぱそのあの こうまあ、北海道っていうのは俺的にすごい思い入れがあるっていうのももちろん俺故郷だっていうのもあるし、うん、多分一番でマジで一番最初のスポンサーしてくれたのはケボタンですよああそうねそうです1年前ぐらいにねそうだよねそうそうそう <laughs> あれだよ札幌の「ポップアップであってで、ねはい、そうです最初そうです大洲くんに紹介してもらってが一番最初ねそうヤングダイスさんがなんかそう 話多分ミュージックビデオ撮影、俺もそれミュージックビデオ撮影監督してて、そ,そ,うん、それの衣装をケボズに提供してもらうみたいな話になってて、うん、でそれでなんかポップアップあったんで行ったんですよね。撮影した後なのかな？ね、ちょっと覚えてないですけど。うん、あでもね、そう来てくれてそれでねれ知って。そうです。でそこからしばらく経ってからよね。そうですね。しばらくそうなんかちょっとそのタイミングでなんかあちょっとケケボズ。 ちょっとリチャードしてみようと思って連絡したら心よくお消しいただいて <laughs> いやめちゃくちゃ嬉しかったよマジっすかでも、ね、そうラップスターとかめちゃくちゃ見てるから <laughs> ああといやーやばいっすね <laughs> そう,そう,そう,そうすね <laughs> ラップスターできない <laughs> <laughs> そうだラップスターやばいっすよねラップスターやばかったね <laughs> やっぱヒップホップ好きっすかやっぱ <laughs> ヒップホップ好きねずっと好きだねはいだから俺いつ頃なんだ多分小学校の時とかにエイイトマイルが、はいはい こう出てそこからこうヒップホップっていうものを知ってみたいな感じで,で高校生の時にそれこそ AK さんとか『もー、はい、スコスバット・ボーイズ』とかが朝日課にライブ来ててもう、はい、やべえと思って <laughs> そういうことだそうそっからずっとかなずっと好き、えー、当時とかはでもヒップホップどんな感じだったんですか結構いやあれだねなん,かそのなんか今みたいな感じじゃないっていうかメインストリームではない、ね、感じは結構あったから、はい、だからなんだろう 教室とかで多分ヒップホップ聴いてるの2人とか <laughs> マジっすか <laughs> そうそう本当 <laughs> そのレベルだったからはいはいはいなんかなんつうのかななんかあんまりこう今みたいに例えばんだろうザ・ホープとかで3万人集まってるのすげえなみたいなしかない <laughs> いやでも嬉しいから <laughs> そうですよね <laughs> <そう S 1> なるほどっすね <そう S 1> いやそうノースコースバットボーイ知らない方そのモヒップホップとな札幌、まあ、北海道か もうレジェンドで6人で6人で死ぬほどかっこよくて当時俺いなかった一番むちゃくちゃやばい時ちょうど俺いなかったんですけどノースコーストバッドボーイズのヤングダイスさんめちゃくちゃお世話になっててそれで聴き始めてみたいなでなんか DVD とか見させてもらったけどやべえなやばいやばいですよねなんかジーストパラダイスってわかるわかんないですんかあの定山家のホテルまるまる貸し切ってでんかあの もう本当に全国からゲスト来てホテルに泊まる人は全員そのライブ見れるみたいな、えー、でもホテルと連携してだからあの飛行機とかも全部その込み込みで入っててみたいなイベントあってやばすぎっすよ、ね、そ,っっ <laughs> その動きやばいっすよね多分やべえななるほどねそ,<う>そっからそっかその時にはもうその時からヘッツなんですもんねそうそうめっちゃマジで、はい、あのライブ クラブとか遊びに行ったりしてもゲスト来るってなったらもう絶対ずっと最前列いる人みたいにいるじゃん最前列に対たてずっとそんな感じスーパーヘッズだそうそうなるほどっすね一人で行ったりもしてだからねえマジっすかなかなか結構勇気いるっすねそうなんだそんな感じだったからずっとなるほどねすげえなえ でも、やっぱファッションってイメーを選んだわけじゃないですか。<うん S 1> ラップをやろうとは思わなかったんですかもうリスペクトすごすぎて逆にプレイヤーにはなれないなと。ああ、そうか。だからすごい。ラッパーの人とかやっぱりめちゃくちゃ尊敬するし、かっこいいなと思うよね。<laughs> なるほどね。そっか。え、で、やっぱでも、やっぱヒップホップとファッションってすごい多分結びついてると思うんですけど、やっぱそのなんか、 自分のなんかファッションだって、ねまあ、ケボーとかもそうと思うんですけどやっぱ結構ヒップホップからこう影響されたりとかっていうのもあるんですかあ影響はめちゃくちゃされてるねああやっぱそうですよね <laughs> だから当時のこうちょっとワイドなシルエットというかでかくてこう例えばベロアだったりとか, <うん S 2> なんかそういうものはめちゃくちゃヒップホップから影響を受けてるかな,<ー> <laughs> なるほど確かに ヒップホッププホだとそう地元の何人神戸とか三神戸の悪い先輩たちのわ、うん、<laughs> <laughs> とずっと野球やきってたから、はい、羨ましいなかっけえなみたいな雑誌見てみたいなフォーダブとか読みながらみたいな感じだっ <laughs> なるほどねそうか野球少年ですもんねそうめちゃくちゃ野球少年そう、まあ、ケボズというブランドを考えた時にもう絶対その野球のコンセプトを、うん、もうすごい押し出しているというか、うん、なんかでもやっぱ なかなか野球がすごい前に出てるブランドって意外にないじゃないですか、うん、そうねそうですよね <うん S 1> そこはなんかある程度そのあないなこれみたいなのあったんですかそれともっと、ね、っていうかなんかあれだねなんかこう例えば「スプリームだったらスケートのーカルチャーがあってみたいなところで俺野球しかやってねえなみたいなところからやっぱり野球をこう絡めて何かこうやりたいなみたいなすごい大きかったかな。 だし、ねうん、んかみんなこうヤンキースの帽子かぶってたりドジャースの帽子かぶってたりっていうのがあって何、うん、かこう野球ってこう身近にあるのに意外とじゃあ日本のプロ野球ってそんな身近にないよねみたいな身近にあるけど<ー>なんだろ身近にあるけどファッションとあんま結びついてないなみたいなのは結構感じててそうそうそうそれでケボーズは野球をコンセプトにっていうところで初めてって感じかな。なるほどどですすね野球時代の話も入ってきたいんですけど、うん 高校生大学生までやってたのか大学のね、はい、2>, 2年生の途中ぐらいまでやってたんだけどああ、はい、大学はでもほぼほぼやってないに等しいから <laughs> 高校まではもうがっちりやっててでも甲子園も出てたっすよねそうそう甲子園はね高2の時に出てて<ー>そうなんだろうあの2009年の年だから、はい、今だとあの菊池雄星って、はい、あのメジャーで活躍してる選手とか。 あと西川春樹とか同い年。っそう、あとはヤクルトの山田哲人とか。が同い年の代あ、年あ。そうそうそう。個人戦ったみたいな。あ、甲子園はね、全然一回戦で余裕で負け。そう、北海道の、南北海道って、こう駒大苫小牧と。札幌の方。の強い方と、あと北北海道って、あんまり強くない方があって、その北、北北海道の方。相当で。そうそうそう。なるほどですね。 でも甲子園出るって結構すごいですよね。そうね、結構ね<け>。<laughs> でガッチリですよ。かなりちゃんと練習してたし<な>絶対ね。うん、そうね、週7だね。週7だ。<laughs> うわ。そう。でもなんかずっと野球やってて、うん,うん。そうね、高校の時は。 もう野球しかやってないから。なるほどっすね。そうそう。野球とヒップホップだ。野球とヒップホップ。そうそうそう。だったんですね。練習前とかにね聞いてこうテンション高めてみたいな感じだね。練習前となるほどっすね。え当時はどういう音楽聞いてたんですか。あの聞いてた多分そのなんかめちゃくちゃやる気入るモードの曲とかあったんですか。三曲ぐらいこれ一番ハマってたみたいなんですか。なんだろう。え。バラマク夜。のコスト。はいはいはいあとあの AK さんの。うん。 なんて言うんだあの取れだ地方場がダービー予選室ってやつああ<ー> <laughs> それとそうとあと何だろうな あとと湘南のの風黄金ソウルかそれでもレゲエっぽいけどでもそれはねくくりとしてはそうですよねあこの3曲だその3曲が多かったからぶち上げてたぶち上げてたそれで野球をガンやってみたいなそうそうポジションどこだったんですかポジションねセンターセンターだでね足と守備は 超足めちゃくちゃ速くて守備も結構上手で、はい、ただバッティングがね全然ダメで本当打てなくて、はい、そうだからねなんか結構うちの高校見られること多いんだけど9番センターで出てて。はい もう自動アウトって呼ばれてたね。自動アウト、オートアウト、自動アウト。うそう打てないから、もうあいつはもう自動でアウトだみたいな。アウトカウントされるみたいな。出る前にみたいな。うわマジか。そう今だからね全然笑って話そるけど当時とかね結構食らってた。ですよね高校生だもんだ。そう。でみちゃんとかに書かれてみたいな。えマジで。そうそうそう。うわキツえ。ね。そうなんだ。そうでもねそう。 そう高校生の時に高一の時にね右打ちだったんだけど左打ちに変えてそこからずっとやっぱ高一の冬に,冬に冬に変えて高二の夏に交戦出てるから一年経たんぐらいで左で交戦出てみたいなえマジっすかえそれ監督に聞いたとかですかいやんとねやっぱ足早かったからなんかそれをこう生かしたこうプレーをしたいなと思って左に変えてみたいな、うん、そういうことっすかそうっか左打った方が一塁近いっすよねそうそうそう あそれでみたいなっそれで甲子園出れたらすごいっすねでもそうそう,そういやでもねそう甲子園やっぱり出て結構人生変わ,変わ,人生変わったというかうん、うん、なんかやっぱりそれがこう話の種になるというかまあですよね,ねそうそうそうだからすごいなんかちょっと人生は変わったかもしれない甲子園出てああなるほどそう。 いやでもそうですね野球っていうのが多分根底にあってんかその愛もすごい伝わってくるからなんかそういうのもあるのかなってめちゃくちゃ野球は好きだね今も見るんですか今も見るよんかねプロ野球もそうだしプロ野球が多いからプロ野球を一番見ててみたいな感じでスポーツ言ったらもう野球だ絶対見るとしたらだから最近もね阪神とオリックスの日本シリーズの 試合とかも大阪にに見行っガチだそうんかねまあ好きなのは巨人とファイターズが好き巨人とファイターズはだけどプロ野球全体が結構好きだから野球自体がだかなんか固定でファイターズ一番応援してるけど全部応援してるみたいな感じでそうなんだ野球のこの試合とかを全部楽しむっていうそうそう業界を楽しむみたいなそう えー、なるほどっすね。なすげーだちなみに最初その多分ケブズのちょっと調べたんですけど、うん、ケブズの始まりはなんか自分で、うん、あのデザインを始めて T シャツに、うん、なんかケボズって書いて出したみたいなああそう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 ほんとねそうだねだから6年前かも6年前とかに、はい、こう自分で本当にでまあ今もしてるんだけど、はい、ケボズで出したもの全部僕が。 デザインしててえそうそう今もそれは変わらずなんだけど、はい、そう始めた時もねそうもうんかこうなんていうのかな自分で、うん、自分でデザインして、はい、手摺り白 T とかに、うん、自分で版作って手摺りするみたいなのから、はい、一番最初スタートしてみたいな感じ<ー>そうそれでもう本当趣味程度にやろうと思ってたんだけどはい、はい、それでハマりすぎて。はいはい <laughs> どん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 やってったから <laughs> そうなんですねすげえなえ最初デザインとかどうしたんですか最初デザインねいやなんかいられとかも全然使えなかったからはいはい、はい、だからので大学卒業して普通に IT 系の会社の営業職で入ってて、うん、パワポとかめっちゃ作れたからパワポでデザインしてたみたいな意外とできるよ <laughs> 意外とできるよそうそうとかできるしさ <laughs> なんか 割といじれたりするでもパーポでやってたね最初ねすげえなそれでさすがにまずいなというか手釣りから例えば業者さんに頼む時とかもいられのデータでみたいなあそうですよねアてできねえなみたいなやってからいられも全部だから勉強してって感じがあそうなんだ位からすごいっすねそうそんな感じでやってってでまあグラフィックとかも徐々に徐々に勉強しながらまあ服作りそのんだろう やっぱグラフィック以外にこう素材がどうとか形がどうとか,とかもどんどん勉強してってって感じかなへえう、うん、でも本当に何だろう周りの人に恵まれたというかなんかすごい周りの人がこうサポートしてくれてこうどんどんブランドとしてこう成り立っていったかなって感じかななるほどですねうん、うん、えそのケボズっていうブランド名前の由来とかどういうブランドなのかみたいなうんとね ケボズはえっと剣豪と仲間たち剣豪仲間たちとそうやっぱり友達とか来てくれたら嬉しいなみたいなとからスタートしたのとあとまあ剣豪の作る服でケボズかなあそういうことか剣豪ズとケボズ剣豪ズのこのそういうことかあなるほどっすねダブルビーニングだラップしてこれはそうですねだから割とエゴ強めな剣豪の剣豪のエゴ強めなそう感じで。 作っでねコンセプトとしてはもう本当にまあなんか僕の着たい服作っていくっていうのもそうだし、うん、やっぱ野球っていうところをコンセプトにしてなんかこういろんなことができたらなっていうのはすごい思って、うん、なんかブランドというよりかはもう本当最初何かコミュニティみたいな、うん、ケボズを着てる子たちでこう<ー>例えばお店に来てスタッフと会うとか、うん、なんかこう。 ケボズを着ることで例えばケボズ着てる人たち同士が仲良くなるみたいな,うん,、うん、なんかそういうふうになっていけたらなっていうのを<ー>そう思って最初そういう名前をつけてたなすごいななるほどですねえでも、うん、そのケボズをやる前とかは別に服を作ってたとかその服の会社でやってたとかじゃないですもんねあ 学生の時にちょっとバイトしたぐらいあそうなんだギャップとか言うにくいそっかそれはまあ大体ろんな人経験するんですよねそっかそっかでもね服はずっと好きでだか札幌だったらホーリーカウってお店案ストライクってお店分かるかなどこだろうタヌキコージの一番端のとこのああのグラフィティっていうかそのシャッターとかに描いてたことあそうかあそこがロックストックでストライク でお店店のの下ににリカっっっってててがそそ頃あ,って、はい、あ,あこママジジででぐらいで行ってたね <laughs> マジっすか服超好きですげえなそこはもうそのなんか結構ストリートというかそうシュプリームとか使っててみたいななるほどねそんでシュプリームめっちゃ今でもねずっと買うけどずっと好きだから。はい そうそうそうそこでずっと買っててみたいな感じでじゃあ服のこの服愛みたいなものはそういうところから始まってるんですそうそうそう雑誌とか見ててなんだろう雑誌見てておっかっけえみたいなとこからスタートしてって感じかなそうでもなんだろう服作りはしたことなかったからんだ本当に位置かなって感じ何も右も左も分かんないしみたいなすげえな でここまで来てるのか、<う>すごすぎるですね、うん。でも本当にだからその周りの人がこう支えてくれてというか、うん、こ協力してくれてって感じかな。なるほどですね。うん、え、その服の会社じゃなくて例えばそのあれですよね。その新卒とかで入ったんですもんね。うん、そうそうそう,そう。東京での会社に。東京の会社にそうね。それは服じゃなくて I T 系の。I T 系の会社でなんか、はい。 あのいわゆるマーケティングとかプロモーションとかをやってる会社、うん、SNS マーケティングとか,かそういう会社に入ってベンチャー企業だだねそ、うん、そうなななんんこに入った理由なんですかその服じゃなくて、まあ、東京出たかったのもあるしあ,<ー>あとはなんかそういうなんだろうこうやっぱネットのことというか SNS のこととかでうん、うん、こうなんだろうな例えばなんていうのかな,なんかこう人ベースでものが伝わっていく。 ことが SNS ってすごいなと思っててなんだろう本当になんだろう無名の子がスターになっていく子もいたですよねだからそのお金じゃないこうものの広がり方みたいなのに結構感銘を受けてたっていうのもあるかなそあとはなんかその新卒のアパレルの会社とかも受けてたんだけどなんかそのアパレルから入ってって何だろう 中に入っていくのってだいぶこう時間がかかっちゃうのをそこのちゃんとスキルを身につければなんだろう例えばこうマーケティングの知識あったらそこに後からでも入れるなっていうのもあったりしててそ,うその会社にしたかな。なるほどっすねやっぱなんかこれはめちゃくちゃ個人的なあれなんですけどやっぱそのケボズのやっぱインスタグラムだったりとかやっぱそういうのってすごいなんか。 アクティブだし、うん、なんかストーリーとかもすごい載せて,てるし、うん、フォロワーとかだけでも言っても結構多いじゃないですか。うん、なんかそういうなんかマーケティングをなんかすごいうまくなんか使ったっていうのが今のこのケボズの成長の一つなのかなっていうのを個人的に思ってたんですけど、うん、それについてはなんか意識してたこととかあったんですか。なんだろうなあ、でもねあのうんとね、まあでもなんだろうそこのやっぱ学んだことはすごい、うん、あの実践してたというか。 うちとか全然そのシーリングみたいな、うん、こうインスタグラマーの子にあげてみたいな子全然してなくてしてるように見られるんだけどマジでしてなくてそういうのあえてやらないというか今っぽいマーケティングあえてしなかったりとかそういうのは結構意識してやってたかも。逆にねそそそうそうそう<ー> なんだ,ろうなだからなんかガツンといってもやっぱり、はい、みんなに愛されるブランドになっていくためんガツンといってガツンと下がっていくけどん,、はい、なんだろうそこをしっかりこう根付いてやっていくというかだろうなだから友達がこう友達紹介してくれてみたいなので、はい、どん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 ずっと広まっていったブランドだからなるほどねそ,そこはだからすごい意識したかなあそうなんだ、うん、すごいなえでもちょっと俺それ結構びっくりしたっすあそう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  そうねなんか配りまくってたりするじゃんそれはだからね今もやってないし、うん、今までも全然やったことないからへえ<ー><う>すげえな、ね、しかもあれですもんねって最初とかも自分で写着て自分で写真載せてたそうだから,そうだからさなんか三脚とか立って <laughs> タイマーつけてさタイマー着て一生懸命着て撮るみたいな <laughs> <laughs> そんんなだって本当すげでもやっぱりケボズとかやっぱり剣謀の作りたい服を作っていくからそ今はブレてないけど今は自分そんな出てないんだけどずっとそんな感じだったかな。へなるほどっすね。でもなんかすごいなんか聞いて「あすげえそっか」って納得するっていうか剣謀の着たい服とか剣謀の仲間たちっていう。 コンセプトがあるから、まず自分が出るみたいな。うん、で、それで来てみたいな。出すみたいな、すごい一貫性があるというか。うん、なんか、それもなんか。なんか、あ、なるほどみたいな。<laughs> 普通にめちゃくちゃ、なるほどと思ったっすね。そうそう。だから、なんか、割とそこはずっとぶれてないかなそこはというか、割となんか。なんか、なんだろう、まあ、もちろん始めた時もそうだし、今ね。 メンバーで言ったら60人ぐらいいるんな人と全部直営店でやってるからすごいなでもなんかそこのなんかこう作るものとか全然会社としてやっぱり大きくなってて変わっていくことはあるけどなんか軸はずっとぶれてないというかそこは変わんないからずっとへえすげえなちょっと角度変わっちゃうんですけどあの多分結構そのラッパーだったりとかその 音楽やってる子たちとかでもやっぱその今こう自分を広めるってやった時に多分 SNS とかを活用しなきゃいけないと思うんですよね。うんうん、なんかそういう中で SNS をまあ使うにおいてなのかちょっと分かんないですけどその長く愛されるまあ要はブランドみたいなもんじゃないですかそのアーティストっていうのもをなんか作るためになんかアドバイスできることとか3つあります3つななんだろううアドバイスできるこことととと戦略的に使え 距離感間違いないことと、はい、あとなんだろうななんだろうなんだろうメディアを嫌わないお<ー> <laughs> とかかなえちょっと深く聞いてもいいですか、うん、戦力的っていうのはまずどういう感じですかなんとなくなんだろうな,なんかあのんだろう例えば今って TikTok あったりとか YouTube あったりとか、はい、インスタあったり XTwitter あったりすると思うけど。 なんだろうそのなんだ多分各メディアの使い方みたいなところは,はい、はい、結構あるかもね <laughs> ああ確かにうん性質が違うですもんねそう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 <ー>なんかそれを踏まえた上でやっていくのがすごいいいんじゃないかなって思うかなおお確かにあれだねっていうかフォロワー数に取られちゃダメだね <laughs> おおそれ聞きたいそれ聞きたいです,いです <laughs> はい 結局ね何だろうフォロワーが100人でもかっこいい人かっこいいしね10万人いてもダサい人ダサいからなんかそこのフォロワーの数だけにとらわれちゃいけないなっていうのはめちゃくちゃ思うからそ。うそう こうフォロワーを買ったりしてる人とかもいたりする中にはねあんまかっこよくねえなみたいな <laughs> 確かにねいけ <laughs> てる人いけてるじゃんみたいなのはすごい思うかも <laughs> あなるほど <laughs> 数よりも質かもしれない、うん、質ですよね、うん、そうだね確かに確かにその質っていうのがやっぱ距離感とかつながってくるんですかね、うん、そうだねなんかそこのなんだろうなんつうのかな,なんかこうまあ誰とでもつながれる時代ではあるけど、うん、そうですねそうそう,そうなんか距離感まあお客,お客さんというか ね、あのユーザーの人たちもそうだしそこのなんだろう近すぎない距離感みたいな近すぎないけど遠すぎないみたいなのが SNS の良さかもしれない。はいはいはい、あなるほどだから、ろうなんだ例えばテレビに出てるタレントさんとかってめっちゃ距離遠く感じるけど SNS で見る人たちって割と近く感じる。感じるすね けどなんだろうんかそこの憧れられる対象になり続けることが結構大事かもしれないなみたいななるほどですねはい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 確かに SNS ならではの距離感っていうのもちょっと意識するってことですよねそうだねはい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 これちょっといいすごいこれいいいい内容っすよさすがですいやブランドを立ち上げてここまで成長させる人のアイドバーイスはめちゃくちゃ重要だと思いますいやしいですマジでちょっと最後一個聞いていいっすかさっき言ってた距離感 最後はんて言ったっけメディアを嫌わないだこれはちょっとどういう意味ですかなんかいろんな新しい例えば TikTok とか出せみたいなその感覚が何かちょっと違うよなっていうのは若干あるかもなるほどですね。んか俺とか31とかで僕が40とか50になっててんかそんな例えば TikTok とかも全然なかなかこう。 まあ見てはいるんだけどうん、うん、そうなんだろうそこにそこに対してこう常についていかなきゃなんないというやっぱりそのなんみんなが見てる場所は変わっていくからそこに対してあれだせえからとかそこに人いるからみたいな感じですよ、ね、<laughs> そこにみんないるからみたいなその感覚値は大事にした方がいい気はするかな今だったら。はははいはいはい,はい、はいね、こうめちゃくちゃ頑張ってても結局なんだろうそのなんていうのかな表に出ないと。 やっぱりこうう活躍していいいけないというかうん、うん、もちろんなんかヘイトも増えるしうん、うん、あいつらなんかこうめあ、まあ、いわゆる昔で言うとなんかこうメジャーデビューしてるやつがダセみたいなメジャーに行ってみたいな感覚みたいな <laughs> でもやっぱり結局自分がかっこいいことやり続けてそのしかるべき場所に出ていることが結構大事なんじゃないかなうそうだかからなんかなんんつのかなこう。 有名になっていくことがえみたいな感覚って結構やっぱりあるじゃん,いろんな、ね、多分どこでもあると思って俺らもそうだったけど、うん、なんかその有名になっていってもやっぱりこう自分のやるべきことはちゃんとやってるというか、うん、自分たちがぶれなかったらそれはめちゃくちゃかっこいいことか,確かにいうのはすごい感じるそ、ね、そうでですすねっっちの方がかっこいいですもんね。なるほどですね、うん、ないい意味でセラウトにもならないけど、うん、ちゃんと人が集まるとこに自分のかっこいいものを持っていくってことですよねそうだね。 なんかそれは結構大事かもしれないし一番難しいかもなとは思うんですけ、ね、確かに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 。うん、そうね。なるほどですね。はい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 。わあ、そうだめちゃくちゃ深い。なるほどですね。なるほどですね。まあこうまあその SNS だったりとかを使ってこういろいろその広がってったと思うんですけど、うん、最初は。 あれなどういう感じでその在庫とかはどういう感じでやってたんですか在庫在庫家だ家,かな家だ家,家で家でそうそうそうだから家で発送作業もしてたしええー、そうすげーなうえなえっそれはあれですかもう,もういっぱい作って注文来たら送るみたいないそう、ね、それもやってたしあと、はい、なんだろう受注というか、まあ、DM ベースで、はい 少<あ>しいですみたいな感じでさ一番最初の頃はそれでやってたから、はい、ウェブサイトとかもなくてととりあえずインスタグラムに DM ってことですかウェブサイトもね、はい、あったはあったんだけど、はい、あそっかウェブ作る前とかは。はい DM でやり取りしててみたいなことはやってたからマジかへえそうですねスモールスタートみたいな感じですよね本当にそうすげえな、うん、なるほどですねえでも受注生産とかで結構多分追いつかなくなってくるじゃないですかどっかのタイミングで、うんうん、でそれでなんかじゃあこう じゃあもういっぱい作ろうみたいなふうになったなんかタイミングだったりとか結構最初大変だと思うんですよなんか俺とかもまだ別に俺グッズとかも作ってないんですけどグッズっかマーチとかも全然作ってないんですけどあの作ろうかなと思ったこととかもあるんですよでもやっぱ話すと結構その在庫作ろうって結構大変なんですよね物を作るって結構そうじゃないですかだからうわ結構大変だなみたいなふうに思っててまあちょっとそれもまあ支援にも入れてるんですけどなんか最初のお金があれだから結構大変かみたいな。 マーチとかブランドとかそう,、ねうん、そういうのどういうタイミングとかで最初もう全部自分のお金やったんですか最初ね自分のお金だね自分のお金でやってたかなはいはいはい、うん、でもやっぱなんかぱ数作るってなると結構やっぱりお金かかってくるからそうですよねうんそこは結構大変だった、ね、そ,うそうね確かにそれは結構大変かもそうですよね、うん、しかも手摺りで全部る多分ほどんどん使うようなっくるじゃないですかあ,ん、ね、あでもね、はい、なんだろう手摺りでやってたほ本当最初だけって感じかなあ,あそうなんですかそう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  その頃とかはもう業者の人に頼んでたから、<ー>そうそうなるほどですね、うん。え、業者さんとかはどうやって見つけてたんですか？あ、でもね紹介してもらったりとかかな。なんかあの服、ー、他にも作ってる人いてて、こういう業者あるよと教えてもらったりしてが、はい、最初の頃そうかな。そんな感じでやってて、そうでなんだろう。まあそこからまた新しいこう今のつながりある人とか、はい、いろんな人とかが。 どん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 サポートしてくれてるみたいな感じかな。ああ<ー>、うん、まだ周りのサポートってことですよね。うん、そうね。で、記事とか、そういうのもやっぱ一から全部見て、なんかこういうのがいいみたいな。あ、そう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 。そういうことか。そう。なんか、それのなんか、最初決め手となった基準とかってあったんですか。決め手となった基準。うちのなんだろうな、なんか。 例えば T シャツとかは、はい、なんだろう一回洗っても全然よれないというか<ー>めっちゃ厚手で、はい、なんだろう全然なんつうのかなよれないとかしわ、うん、にならないとかんかそういうのは結構すごい大事にしてるかタフ,タフでありたいというか嫌、はい、じゃんだって5,000円とか6,000円出してさ、はい、例えばなんだろうこう自分が高校生の時とかにアルバイトしてめっちゃこう。 なんだろう5,000円とか6,000円で T シャツ買うってめちゃくちゃ結構高いですよねそうそうそうそれで一回洗って例えば首折れましたとかちょっとねじれましたみたいになったら超嫌じゃん、はい、絶対嫌ですね <laughs> そこはだからすごい大事にしてるから、ね、<ー>めっちゃうちの服は超タフだね確かにそのイメージめちゃくちゃあ <laughs> 俺も今着てるんですけどもう全然もうしっかりしてしタフだしそれはなんかやっぱそう,そう,うん 毛骨の強みというか、うん、でやっぱそのナイティーズというか、うん、このヒップホップのストリート時のこのねビッグサイズオーバーサイズみたいなのと相まってさらにやっぱいいっすよね、うん、あそうありがとうごい,いや,いや,いやマジでマジで買った方がいいっすよ皆さん <laughs> <laughs> マジで勝ってくだすごいな、うん、なるほどね<う>えちなみになんですけど、うん、なんか自分の中で今まで作った商品の中で一番気に入ってるアイテムとか 一番気に入ってるアイテム、はい、全部気に入ってるけど、ね、全部気に入ってるですよね。ですよね。全部気に入ってるけど、ね、なんだろうな。はい、まあでも T シャツとかはうちマジクオリティ高いなって思うし。<ー>なんだ物はね全部いいかな。はい,は,いは,いはい。<laughs> でもなんかシャツとかパンツもそうだし。 なんだろうな、いや全部かな。全部だ、全部っすね。<そう S 1> さすがです。全部。そう,す, <全部 S 1> そうすよ全部ちゃん気に。え <laughs> それやっぱ全部自分で作って自分でちゃんと着てるんですか。着てる着てる <laughs>。えまあ自分が着たい服作ってるんですもんね。そう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 。えなるほどっすね。<うん S 1> な結構カラーとかも結構明るいカラー使うイメージあるんですけど、<うん S 1> なんかそういうのもやっぱあれなんですか。自分は結構。 明るい色が好きやからっていうのもあるんですか。そうね。オレンジとかめちゃくちゃ着るし、黄色とかも着るし、そう明るい色好き。うん。っていうのとあとなんか、白と黒だけじゃちょっとつまんないよね。まあ確かにね。ちょっとポイントとかね。そう。野球部の子とかよく店来てくれるけど、六人とかできてさ、全員白とか着てやじゃん。俺オレンジがいいとか青がいいとか。誰もしない。そう、そこでチャレンジしてほしいなみたいな。あ、そういうのもあるから。結構あるかも。ああ、なるほどね。それで結構明るい。 使ってるっててる、ね、いううのそことかちなみになんですけどやっぱめちゃくちゃ人気だと思うんですよ。うん、であのめっちゃ早く売り切れたアイテムと今まで一番早く売り切れたアイテムとかあるですか今まで一番早く売り切れた結構ねなんだろう割となんか今もそうだけどこうキョボの丸いロゴがあって背中に入ってるやつあの辺とかやっぱり早くなくなっちゃうかな<ー>、うん、それ割と定番のロゴなんだけどそれはずっと。 そうだね、なくなるの早いかな。<ー>そうでもなんかそれも嫌でなんだろうやっぱり買いたいと思うタイミングって人それぞれあるからそう,で,そうできるだけだからなんだなくならないようには本当に作ってる。でもやっぱりあの多すぎたら多すぎたでこう。 やっぱり在庫として残っちゃうから、なんかそこのベストを見つけていくのが結構大変かも。ああ、そっか。そうそうそう。なるほどですね。え、そとかある程度感覚値なんですか？やっぱデータ見てみたいな。データも見てだね。今ね、なんか昔は一人でやってた頃とかずっと感覚値でやってたけど、は今メンバーも増えてそういうことができる人もいるからもう一番ベストな数値で出してみたいな感じでやってるから。なるほどですね。そうそうそう。多分どん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 でかくなっていくと思うんですけど、やっぱ今もめちゃくちゃ。 でかかいとと思うんでですけど、うん、やっぱタイミングぱそこでなんか難しかったこととかあこれはチーム作んなきゃいけないなと思った出来事だったりとかどういうところでそういう風な変革というか。な、ね、なんだろうなんかこう一人でやっててやっぱり多分結構限界値みたいなところは感じてたのがあってで、まあ、店をオープンするタイミングでスタッフの子が初めて入って。 でそっからいろいろ整えていかなきゃなんないことがすごい多くて結局アパレルも経験したことなかったから例えばバーコードの。そうそう 発行とか在庫管理とかなんかそういういろんなこと全然知らなくて <laughs> <laughs> そっかそうそうそうそっからどんどんこう大きくしてってって感じかな人が増えてって感じになってるかも、うん、なるほどですね、うん、お店出すとかあちょっとこれあちょっとこれなんとかしなきゃいけないなっていう問題が出てきたタイミングでみたいなそうだねそれは結構大きいかもな、うん、なるほどですね、うん、そうそうなんかすごいよななんか結構その店舗とかもむちゃくちゃ、うん 店舗今ね6店,舗6店舗ぐらいあるんですよね。なかなか今の時代めちゃくちゃ店舗出すお店って結構少ないというかうん、うん、なんかやっぱオンラインで完結するところが多いと思うんですけど、うん、その店舗にした理由とか店舗、うん、を出し始めた理由みたいなのあったんですかなんだろうなやっぱオフラインすごい大事だよねみたいな。<ー> <laughs> てかなかかやっぱりこう店に来て実際に物を見て買うとかうん、うん、例えばこう。 うちのスタッフのことを話してこうケボン好きになっていくとか,、うん、なんかそういう経験がすごい大事だなと思っててなるほど、ね、そうやっぱりなんかオンラインで、ね、やった方が、ね、なんだろう楽だしさ、うんね、あの簡単だけどそうじゃなくてわざわざこう行く経験みたいな。 ところはすごく大事にして欲していなっていううのは思うかな,、うん、なるほど。うちの店とかもねやっぱりちょっと入りにくかったりもするんだけどそこにこう入った経験とか、はい、こうスタッフの人と仲良くなって例えばそこで音楽を教えてもらったりとかうん、うん、なんかこう服のこと、ね、キャボツ以外もいろんな服のことを教えてもらったりとかそういうのでこうどんどん興味を持っていったりとかすることを。 がやっぱ店でしかできない経験というか,確かにね、なんかそれはすごい大事にしたいかなと思ってるかな。自分もそうだったし、ね。そ,っかそう店行って音楽教えてもらったり、その。 ちょっとめ昼飯なんかそのスタッフの人の休憩の時一緒に飯行かせてもらったりとか,<笑><笑>かそういう経験がすごい店ってやっぱいいなって思うよね <laughs> なるほどですね、うん、そっかそっか結構一番最初東京の蔵前だと思うんですけど、うん、結構外れじゃないですか、うん、まあまあ遠いじゃないですか、うん、俺も何回か行ったことあるんですけど、ねうん、あまあまあ遠いなみたいな <laughs> <そう> <laughs> イメージは結構あったんですけど、うん、そこにした理由とかあったんですかなんだろうな,なんかこうまあ他のブランドとかもあんまなくて、はい。 服屋さん自体はあんまなくて今なんかこういろいろできてきてはいるけれどもそんなになんかこうアパレルで盛り上がってなくてかつこうわざわざ行かなきゃなんない場所で作りたいなみたいな、はい、<laughs> 逆にね <laughs> そうそうそうっていうのはあったかもだからなんかあえてそのちょっと離れた場所でやってそこに行ったこう経験というかそこに行くことが なんだろうこう例えば東京旅行の1個の中に組み込んでくれたら嬉しいなとてそうですねうちの服とかって本当ににんか買える場所とかってんだろうなこう卸をやってないから卸セレクトショップとかにこう置いてないからか置いてないのかそう直営でしか買えないから直営かオンラインかなあと今もう「ポップアップめちゃくちゃやってるんだけどうん、うん 件件らいい行っったのよやばすマジそうそうそういうので変えるタイミング作ったりとかでもある機会みたいなのを結構増やしてるからもの見るのもそうだしんかそこでこう入ってみて「ケボズってこういうブランドなんだ」とかんかそこで知ってもらえる機会を作っていくみたいなことは結構大事にしてるかも。へえなるほどっすね。 な,んかなかなかね寝る、うん、だけで見ても分かんないじゃないでかにブランドの空気感とかさなてつうのかなそれがなんだうこういうあこういうこと大事にしてるんだとかこういうブランドなんだみたいなものなんて触んないと分かんないですからすね。確かにそうっすわだからなんかそこのオフラインはすごい大事にしてるかな、えー、私だし自分もねあのそれこそ北海道の旭川出身だから、うん、なんだろうやっぱりなかなかさその 服屋さんとかが周りにそんなに近くなかったりとかしてる環境だったから。んなんかブランドの人がこうポップアップとかで来てくれたりしたら嬉しいじゃん。<laughs> 確かに確かに。<laughs> うそういう感覚 <laughs> あ<ー>。ああ <laughs>、なるほどね。うん。 すげえなでもやっぱなんか聞いてるとやっぱその自分の本当にじゃあ服になって服をすごい好きになった経緯だったりとかその自分の,その服のブランドとかの経験とかをもとにあこれ自分嬉しかったなとかこれ楽しかったなっていうのをもうただケ− b やってるのかなみたいなそうだねもう本当そうだと思うですよねなんかでもそれが多分まあ多分共感できるとか多分いっぱいいるから多分こんな。 なまあもう今本当に一番ぐらい勢いあるストリートブランドだと思うんでいやいやだからもうすごいな <laughs> でもそこになんかそのなんか熱い思いというか、うん、なんかそのなんか,しんなんかねその 気持ちがすごいあるんだなって思って、うん、なんかなんか聞いててすごい思えなってめちゃくちゃ思うっすねそ,<う>そっかや「ポップアップ40都道府県ですかそうもうね、うん、そう去年まで 20, 件ぐらいの20都道府県ぐらいか回ってたんだけど、はい、今年ちょっと全国制覇目標にしようって言ってほ <laughs> <ー>にいろんなとこ回っててあとねそうだから年内までちょっと厳しいんだけどはい ちょっと来年中には全国制覇しようか<ー> <laughs> なかなかなくないですかそんな全国ツアーでポップアップシーブランドとか。あんのかなないと思うよ。いいうよ聞いたことないですよ。そうそうそう。だからもう本当になんだろう。まあ今やらせてもらってる場所とかがこう各地のセレクトショップさんとかで。そうなんやらせてもらってるんだけど全然なんだろう。もともと知り合いじゃないとことかに普通にあの営業し営業しに行くというかやらせてくださいって。 ジョースタッフの子行ってたりとかするから、えー、そこで新しいつながりできたりとかそういうのが結構あるかなそうだからマジでそのアパレル経験者じゃなかったから何、えー、だろう何もつながりとかもない中でスタートしてるから,かだから最初の頃とかも本当に何だろうメール送って実際例えば沖縄にスタッシュストアさんってお店あって、はい。で オンラインとかで結構こう沖縄のお客さん買ってはくれてたんだけどポップアップなかなかできる場所なくてはいはいはいそことかもメール送って直接会いに行って話してこういうブランドでこうこうこういうことやりたくてってやらせてもらって今もずっと仲良くさせてもらってたりとかすげえなそうそうなんかそういう感じで動いてるかも <laughs> なるほどですねむちゃくちゃ地道なんですね <laughs> そう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 へ、えー 結構かっこつけてるけどめっちゃ元気みたいな「<laughs> ポップ,アップとかも準備やばいから、ね、もういやですよねボール何,何百とか運んだりしてみたいなマジですかそうそうそうでもねそうそれがなんかそういう積み重ねかもはいはい、はい、<laughs> うわめちゃくちゃ重要ですね小さいけど重要なステップ一個一個ちゃんと踏んでいくみたいなそうだね、うん、で俺結構結構ガチでそれ俺めちゃくちゃ個人的な話になっちゃうんですけど、うん、札幌の「ポップアップ行った時にマジ衝撃受けて「の、うん。い、うん なん普,通まあ、普通っていう方はちょっとあんまりよくないかもしれないですけど「うん、ポップアップやるってなったらあこういうとこにちょっと楽あるみたいな<ー>大体なんかそんな感じじゃないですか、うん、大体は、うん、でももう空間がむちゃくちゃちゃんと作られててれ <laughs> やばくねみたいな,なんかガチでお店見ぐらいのレベル、うん、で入った時にその野球のコンセプトもめちゃくちゃちゃんとしてるし、うん、なんかもうなんていうんですかねもう空間がすごいなんか楽しいもう空間自体がすげえ楽しいみたいな。 感じてそ俺が行った時そうでもなんかそういうふうにみんなに感じてほしいみたいなのはすごいあるなるほどみたいなすげえみたいなガチでこうんだ芝敷いてたりするそうですよねこういうブランドなんだって一瞬でわかるというか確かにそうそうそうはいはいはいかそういうのはすごい意識してるかなへえんかあと店舗とかもむちゃくちゃおしゃれじゃないですか あそううだねありがとむちゃくちゃおしゃれじゃないですか「かっけーみたいな蔵、うん、前とかもそうすけど「うんね、かっけー俺まだ朝日から行ったことなくて、うん、マジで行きたいんですけど「蔵、うん、前かっけーみたいな、うん、なんかもうその空間がかっけーから行,け行きたいみたいな,、うん、なんかそれぐらいになってるんですけどあれも全部自分ででデザインしてるんですかそうだねでもなんかあれ,、うん、あれはやっぱりさなんかいろんなこう。 なんだろうやっぱり内装とか分かんないから、はい、なんかこういうイメージでこういう空間にしたいみたいな話をしてって感じかな。そ、はいはい、そうそう,そうはいここととかかか、うん、だらはあそこって結構 問屋さんみたいな、うん、いわゆるなんかその業者さんとかすごい多いエリアだから、はい、外観はさなんか割と街<う>にマッチした感じで作ってるんだけど、ね、中は全然真逆の<う> <laughs> なんか渋谷みたいなそういう空間作ったりとかしてると思<ー> <laughs> う。 安いいな旭川と,そうそうとか逆にだから1階が居酒屋になってて2階がケボスになってて3階がスナックやってたりするから,るからあそっか。 蔵前、まあ、もともと飲食があってうん、うん、で会社自体は、まあ、僕と,あと同級生の, 2>,、うん、あの2人であの飲食とアパレルの授業でやっててみたいな感じだから、はい、そう飲食も絡めながらみたいななるほどその子ともう高校生の時はずっと仲良くて。はい で将来なんか服屋と居酒屋となんかもう一個絡めてやろうぜみたいなの<は>い <laughs> 休み時間とか話してたのを実際今やってるみたいなそれマジすごいっすよ <laughs> そうそマジで <そう S 1> 友達と話すじゃないですかう <ん S 1> そういうのとか <うん S 1> 一緒になんかやろう,よなう <ん S 1> でな人で,人でやってること,と違うからう <ん S 1> でもなんかコンバインしてなんか やりたよねみたいな俺も友達話してとかもするんでんかそれをちゃんと形にしてるっていうのがすごいなあってでもガチでなかなかそうですよねしんちゃんさんですよねあそう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 んうそうそう角うそ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 校そう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 それで、そうで。 だろ高校生の時とか2人でさ,、はい、2> そのさっきの話じゃないけどヒップホップ聞いてるのとかもさ、はい、周りに誰もいないから2人でこう「ぼやばいかっこよくね」みたいなで雑誌とか見ながら「この靴やばいね」みたいな。 そんな感じ <laughs> 二人で話してみたいなだ今の子たちって多分こうみんながこうヒップホップ聴いててみたいな超いいなみたいなそうで、ん、<laughs> すよね絶対楽しいよなみたいな <laughs> 当時そういう感じないそうですもんね確かにそっかえ,ー、えでもその,その門前さん、うん、あのしんちゃんさんとはケボズ自体で一緒にやってる感じでもあるんですか、ね、それとも ケボーズ自体は一緒にはやってなで会社が一緒でジャ,ううかジャムっていう会社なんですけど、はいはいはい、飲食の事業とアパレルの事業二つやってるみたいな,なそういうことか、そうだから共同代表で、あ、そうそうそういうことなんですね。そう あ、そういう形だ。うん。わ、めちゃくちゃいいですね。そうなの。コスそうそうそう。で、ま飲食やっててあれですよね。確かあの居酒屋さんの息子さんあ、じゃうざ居酒屋か。そうそうそうそ息子さんですよね。確かね。あそこあのね極一って店が元々あって、はい。そこの息子で、うん。だから俺らもこう野球のなんだ打ち上げみたいなの全部そこでやってたし、はいはいはい でそこからまあ大人になってしんちゃんもアパレルもやりながらで親父さんが体調悪くなって、うん、あのお店継いでみたいな感じでコロナのタイミングで俺もブランド始めてなん3年目とか結構まあ,ありがたいことにお客さんも増えてってのタイミングだったからこう店やろうと思ってっていうところでじゃあ一緒にやろうかで東京で一緒に1回居酒屋で2回福屋の。 店今蔵前でも一回は違うですよねあそう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 でなんか旭川の店できるタイミングでやっぱり局一カムバックで旭川でやりたいよねってなってそういうことかそう蔵前の店は閉めて、はい、今旭川旭川でそう居酒屋は旭川だけだね、はい、ああそうなんですねそうそうそう ビール見たっすよ3階のやつマジ来てみたいなあれやばいよねいやマジで行こう行こうと思って東京引っ越してきちゃったしとかいやでもどっからタイミングで来てえなと今でも思ってるす普通にサッカーの店とかは北海道でやっぱりキャ使えるのあそこだけだからあそっか本当週末とかも北海道中から来てくれてマジそう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 すごっめっちゃ釧路から来ましたとか釧路から来ましたみたいな めっちゃ嬉しいよねそれ最高っすねそうそうマジっすか飯も食えるからそうですよね完璧じゃないですかもう服構替えて飯食えてそうそうそう朝日から来たらもう完璧っすねもう朝日から来たら任します。なるほどなすげえなそっかそっかいやでも結構そうんかまあでも地道にやりつついろんな人も集まってちなみにちょっと「ポップアップの話戻っちゃうんですけど「ポップアップで暑かった部分とか暑かった年とかあるっすかどこも暑いよなんかその何だろう やっぱり各都市にこう熱狂的なお客さんいてくれてるからなんかこうやっぱり行くとやっぱりこうみんな来てくれてやっぱりねなんだろう人口問わずって感じかもそこはそうなんだじなんですかお客さんねなんだろう一番多いのはやっぱり20代の層が多いんだけど、うん、全然上は本当に4 5 0代の人も多いし、えーはい、逆に本当10代とか。 の子も多かかったりするからうん、うん、結構なんかケボズってこう若い子しか着れないんでしょみたいなイメージで持たれること多いんだけど全然違くて割と上の世代も結構いるから20代の次多分30代が多くてすごいなそうそうそう,うそうだからまあなんか年齢はあんま問わずなんかみんなにこう愛される。 ブランドにしていきたいし、うん、まあ、徐々にそうなっていけてるかな,みたいな。んなんか野球っていうところを軸にしてるから、なんと野球が好きな人、本当老若男女というか。確かにそうっすよね。本当になんだろう。おじいちゃん、おばあちゃん世代から孫世代まで、みんなが着れるブランドになっていけたらなっていうの。をすごい思ってるかな。なるほどですね。うん、それ結構さらに思わないと思うのが、うん、あんまレディースメンズと関係ないですよね。あ、そうね。全部ほぼユニコツセ,、ね、セックス。ユニセックス。ですよね。それはやっぱその。 理由もあ何で,でユニセックスにしたとかあるんですかそうだねなんだろうなまああんまないかも <laughs> あんまないかもたぶんレディースは作ってないからそう,かそうそうそうね<あ>女の子じゃないからさやっぱり感覚わかんないことは正直あるから、ね、確かに確かにはい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 そうそう,そうでもねこの前初めてこうレディースのタンクトップとかもあ スタッフの子とかから話聞きながら出したりもしててそういうのはやったりしてたりとかあと T シャツのサイズも結構大きかった来年からちょっとサイズも変わってくんだけど結構大きかったからそれを女の子とかも着れるように XS から出したりとか幅は結構広げてるかなそういうことか今まで S から 2X が基本だって。 でも作ってみたいなな感じかでもお客さんとかそれこそアメフトやってたりとか蔵前だからお相撲さんとかもいたりするから 2X とかマストで作っててみたいななるほどそう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 いうことかだからなんかなんだろう本当体めっちゃでかいけどやっぱり服も大きく着たいって人とかうちの 2X とか着たら間違いないと思うなるほどですねオーバーサイズ欲しかったらそう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 すげえなそうなのよ だかからなんかすごいそれもあってこうケボズに出会えてよかったですって言ってもらえたりとか<ー>なんかやっぱりそういうのが一番嬉しいかな,なた例えば誰かのこう誕生日プレゼントになってたりとかインスタ映見てるからさうわ超嬉しいなみたいな。<laughs> <laughs> 誕生日ってやって1年に1回しか来ないとこにしかこう自分のブランドが選ばれるって感覚やっぱすげえ嬉しいよそうっすよねそうっすよね、えー、確かになうわーと確かに自分 <laughs> そうっすね自分がデザインしてこう広げてったものがこう選ばれるって確かにその感覚すげえ特別かもしんないですね,そうそうそうねだからなんかブランドとしてねやっぱ大きくなってはいってるものの、うんうん、なんだろう こうお客さんからしたらなんで一つのブランドとして見て,、ね、あの見てるからなんかそこのそこがすごい大事というかうん、うん、なんていうのかな,なんか怒らないというかう本当にその,その目の前のお客さん幸せにすることをずっと考えてるからな,なるほどですね、うん、うわむちゃくちゃいいな、うん、いやでもそれが多分このつながってると思うんですけどなんかもう俺、まあ、結構インスタとかも見ててもそうなんですけどなんか結構もういろんな。 コラボレーションだったりととかすすごいされてると思うんですよねブランドも今ニードルスの俺もそうだと思うんですけどケ蒙ズって書いてる、うん、まあ服でいうとそ,そういうところだったりとかあと結構そうですよねニードルスってど,どういう経緯でニードルスはね、はい、あの札幌サウスウェステイトあるじゃない、うん、でなんかニードルスの方々結構北海道に来られること多くて、えー、それでなんかもともとあの 居酒屋の方によく来てくれててああそ,っそっからのつながりかな<ー>そうそうそれでうちもあのうちもというか全然服作る前からサウスツーとかも遊びに行ったりしてて、はい、みたいな感じであのお店オープンする時にニドルズ取り扱いさせてくださいってことで始まってかな<ー>でそっから別注とかもやらせてもらって今回初めてこう「うん、あの蝶々パピオン」の下に、うん、蝶々の下にケボズって文字が入るようになってみたいな、はい、そう。へ そんなな。な感じかすすげえあ <laughs> るほどです、ね、で、ね。そうすごいなんか応援してくれてるというかうん、うん、なんだろうこう、うん、応援しててくれてるね。<laughs> そうなんだ <laughs> そうそれもめっちゃ熱いっすねそうだからめっちゃ嬉しくてはははいいい。そそうそう,そうやってたりとかってかコラボとかも割とねなんだろうまあ結構ありがたいことに依頼とかもらうんだけど来たりも実際やってるとことかってほぼほぼなくてうん、うん、なんか自分たちがこうなんだろうやっぱりこう 友達になってとか仲良くなってからやったりとかが多いかな。そうそうなんかなんだろうビジネス的にコラボレーションするみたいなことはあんまないかな。あそうなんだ。なんか売れるからやるとかそういう感じではコラボしてないかも。あそうなんですね。何かしらつながりがあってやらせてもらってる。でもジュキジュキは重要ですよね。人ベースってことも何よりもね。まあでもそこのこだわりが今のケボズにつながってるってことですよね。多分聞いてて思ったらすごいなんかそのめちゃ。 うん、確かになって思うしそう、うん、まあその結構コラボで言うとまあブランド以外にもまあ最近すごい結構見るのが宮地とかああ宮地さんこのコラボめちゃくちゃ熱くないですか <laughs> そ<う>あれはどういう何かえっもともとなんかどういうタイミングであってなんでこうゲボズでこの企画やるみたいな,あなんかあの宮地さんは蔵、はい、前のお店に遊びに来てくれてて<ー>でそっからかなそっから 宮地さんも超野球好きでみたいなそうですよね確かにそれがあって一緒にご飯食べてなんか一緒に面白いことやりましょうってなって一緒にやってみたいなおおだからそうお店に来てくる2回ぐらい来てくれてすごいっすねそうなるほどっすねでいろいろちょっと「ちょやりましょうや」やりましょうなってって感じって ツアーしてですねなんかあそうそうそう全国のうちの店の、はい、だから東京うん東東京大阪名古屋福岡、はい、北海道で<ー>浅川でやって,やってみたいな感じでそうで宮地さんも来てくれて、はい、お客さんたちとこうなんだろうあの直接会える機会作ってみたいなそ,そうそうそうーすげえなめっちゃ楽しかった <laughs> そうですよね絶対楽しいじゃないですかめちゃくちゃないやかっこいいっす いやいや宮く君もそうだしケホ p o もそうだしめちゃくちゃ愛称も確かにめちゃくちゃ野球のレファレンスもあるですもんね曲とかもやそう宮司さんも野球めちゃくちゃ好きでみたいな「野球やってて」みたいな「あじゃあ」みたいな「僕らは神宮で」 神宮借りてるからそこで動画撮りましょうみたいになって宮地さん YouTube に上げてくるケボズフリースタイルのそこがそう一緒に撮っててみたいなすげえなそうであれ裏側でトータルテンボスさんが撮影しててみたいなそう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 だから宮地さんがスタンドで撮ってる時はトータルテンボスさん中で撮っててでトータルテンボスさんスタンドで撮ってる時は宮地さん中入ってみたいな感じでこう二重で回しながらそうなんだそう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  やりてんだ、やばくね。<laughs> そこじゃないですか。そう、神宮球場で。え、なんで神宮、神、すみません、神宮球場なんですか。神宮球場はね、あのー。なんだろ、すごい歴史のある球場で、はい、もう百何年とか。すなるんだけど、まあ、それもあったのと。 なんだろうこう神宮の方々がめちゃくちゃよくしてくれてというかで今横にバッティングセンターついててそこのバッティングセンターもケボズレーンっていうのが2つがあってそうだろ今度機械あったり行くいうケボズくんってキャラクターがいてケボズくんが投げてるんだけどマジっすかそういうのとかやってたりしててのつながりが大きいかなへえなるほど確すね そう一緒にやらせてもらってい、フリーされてやって撮って<そう> <laughs>、トータルテンボスっていうのも俺もうトータルテンボスみたいな、<laughs> なかなかなくないですかそういう芸人さんとかが、そうあんまないかもね、はい、ないね、そうねトータルテンボスさんも。 藤田さんってアフロの藤田さんめちゃくちゃ野球好きでそれもあって今回お願いしてみたいな感じでその前があばれる君と保塚さんそれも俺も見てもう意味わかんなすぎて「すごい!」みたいななかなかないじゃないですかそのブランドで服のブランドしかもストリートブランドでなかなかこういうみんなが知って国民的に知られてる方とかががっつりモデルするみたいなのが。 ヤバーみたいな。そうね。すごいよな。保塚さんはもうやっぱり元々めちゃくちゃやっぱり憧れ強くて、うん、そうそうそう。でやっぱり絶対こう。 でなんかルックとかも初めてこうばっちり取るってなったタイミングで絶対取りたいと思ってお願いしてみたいなそういそうそうそうあばれる君は野球部じゃないんだけどあばれる君高校野球のネタとかめっちゃ好きでそれがあってそうお願いしてなそう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 いうことかだからでも前こう次のシーズンのとかも考えながら誰にしようかなみたいなまあちょ ちょっとこう野球要素が。ながらそういうことですよね。そう、みんなのこう。なんだろう、想像できないところに。伝えるみたいなう。いや、もうそう、だから、本当にそこっすよ、多分、<う>なかなか多分思いつかないじゃないですか。うん、おあ、みたいな。なんか、そこもすごいなと思ったし。そ<う>あ そこえしかも次ここうわやばいみたいな次慣れてんだろうみたいなワクワクみたいなそうそれをね結構どうしようみたいなそうい、ん <laughs> ね、う感、ん、じそれで言うとヌートバーやわかったっすね,ヌー,っねヌートバー俺見た俺めちゃくちゃあのー 普段むちちゃゃく野球見るわけでないすよ弟とかグヌとかとか一緒にやってる弟とかはむちゃくちゃ野球好きで俺がそれで野球教えてもらうみたいな。で家族で日ハムとか見るんですよやっぱり。見たりとかするし日ハムの万中万波中世君って結構仲良くしまってて結構仲いいんですけどそういうのもあって見たりとかもするんですけど。なんかその WBC やったじゃないですかあれはもう見るじゃないですかそれは絶対見るじゃないですかで俺結構ちゃんと見てあれもでヌートバーめっちゃいいと思ってたんですよそれで「えっケズ・ヌートバーコラボ」みたいな「マジみたいな「熱え!」みたいなあれもやばいっすねあれねそうあれもねそうだからヌートバー選手フォローした時にすぐ帰ってきて「マジっすか?」「副かっこいい」みたいになってで「WBC すごい感動したよ」みたいなメッセージやり取りする中で本当じゃあちょっと。 あのでヌートバー選手に服送って、うん、すごい気に入ってくれて代理人の人としながら何、はい、かできたら面白いですねってなって<ー>でなんだろうセントルイス行って、はい、実際に、えー、あのカージナルスの球,、はい、あの球場に行って、はい、打ち合わせしながらこうコラボしましょうで日本にいついつ行くからその時に何かやりましょうってなって、はい、みたいな感じ。だから結構、ね、それが 8月ぐらいだったからもうなんとにめっちゃタイトで10月の20日ぐらいに野球教室やったんだけど野球教室やったのコラボとコラボのアイテムのリリースとでんだろう何かこうプラスで何かやろうってなった時にんか普通にパーティーみたいにしてもよかったんだけどそれよりもんかこうせっかく来てくれるからんかこう還元できることというかんかこう面白いことやりたいなと思って野球教室やろうってなって。 えー、なかなかこうやっぱそのヌートバー選手とかもうすごいなんかねあの日本代表出てすごいなんかなんかすごい自分の,その日本人っていうアディティティーをすごい大事にされてるのかなってめちゃくちゃ感じたから、うんうん、そこでこう日本に還元するようなその場所とかをケボズが。 やっっててるいうのがもうか勝手にですよ、北海道出身なんで、北海道で生きてるブランド教室でしょ、みたいな、で、もう全国行っちゃってるしょ、みたいな、それで勝手に俺はもう、なんか、なんか、レレプゼントしちゃうみたいななんかそういう感じの気持ちになってるし、いやー、そ本当にね、嬉しいな。で、ヌートバ選手とかも、本当に、なんだろう、こう謙虚な方というか、なんか、代理人の人とかも、こうなんか、こんなに、こう、なんだろう、まあメジャーリーガーで、こう、なんか、ちゃんとこう、 礼儀正しいといいう礼儀正し謙虚な人って本当にいないよって話をれてたのすげえなみたいな何かやっぱ人としてすごいできてる人だったそうなんだそうそうそうええなどうだったんですか実際にっている話とか結構んか一番最初に思ったこととかあったんですかなんだろうないやんかすごい素敵な方だなって本当に素敵な人でそう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 。 おごってないというか本当んんん、うん、謙虚だね謙虚ですごいいい人だったかないい人めちゃくちゃいい人そうなんだ <laughs> そうそうすげえだねっッゃありがうね、ん、日本に来てる時とかめっちゃスケジュール超過密でマジでなんかもう本当に何だろうな何件もこういろんな記者会見とかいろんなこと入ってて、ね、テレビとかも出ててみたいなはい、はい、タイミングの中でめっちゃ多分もう めちゃくちゃ疲れてる中で、やっぱ子供たち前にしたら、めちゃくちゃ、なんだろう、すごい。こう、なんだろうな、なあの、元気でやってくれてというか。うんえー、なん、でも、本当心の底から出てくる、こう、まあ、本当にいい人だなみたいな。素敵な人だなみたいな、感じかなはいはい、はい。やばいっすね。ね<う>だって、メジャーリーガーですから。いや、いやちょっといいわみたいな、適当でいいわみたいな。うん だっておかしくない多分普通の人多分そうなると思うんでそうなると思うんで確かに確かにこんだけ有名になってもんかそういうところ大事にしてることとかかっこいいなみたいな確かにへえなるほどっすねでもその「q u i っていうブランドのこの人と人のつながりだったりとかんか多分そのんかコミュニティみたいなにやっぱ共感してるっていうのもあるから多分そういう方とか そうだねねこうんかねえ一緒にできたりとかんかそれが通して伝わったりとかしてるのかなっていうのは何か思ったんですよねいや本当そうだと思ううんすごい嬉しいそうですよねいやなかなかやばいっすわすげえなこっから何かじゃあそのまあケボーズとしてなのかブランドとしてなのかんかこういうことしていきたいだったりとか 目標だだっったたりりととかか予定そういうだねこっからはでも本当なんか一番はやっぱ長く続けることはすごく意識はしていててうん、うん、長く続けるためにはやっぱりなんだろうその、まあ、自分たちがぶれないこともそうだし、まあ、変わっていくことと変わらないこともありながらもうん,、うん、なんかこう、まあ、僕らの時ってこう。 いろんななストトリートブランドがこう、はいね、くなっちゃったりしてた頃だからそれ,それが一番お客さんにとって悲しいからうん、うん、絶対に続けていくこと長くやっていくことっていうところが一つと、はいうん、あとはなんだろうこう、まあ、野球をコンセプトにしているブランドってね、うん、あの僕ら以外だと本当ないからうん,、うん、なんかそこをこう強みとしてなんだろう、ね、もっとこう野球に貢献していくというか野球とどんどん関わっていくことはどんどんやっていきたいかなとは思って。 確かにそれは見たいな、うん、そ,うそうですよねなんかそのことをやりながら長くやって、まあ、ずっと愛され続けるブランドでありたいなっていうのは思ってるから何んん、うん、だろう本当にに何だろう、あのー、さっきの話じゃないけど老若男女を、うん、孫世代からおじいちゃんおばあちゃんまで愛されるブランドにしていくっていうのが一番かも、ね、そうですねそっか ファイターズとコラボしたいってずっと言い続けてやれたりとか見せ出したいと思って見せ出せたりとかいろんなことをこ目標立ててやっていってってまあ本当にね今もね直近の目標はありつつも一番は長くやれること <laughs> やっぱアパレルとしてっていうのはめちゃくちゃ考えるから私一番だな、ね、みたいな、うん、<laughs> なるほどはすねちょっとだけ最後いは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 いいは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 いんいはいはいはい 日々のスケジュールの立て方だったりとか、どういうような生活してるんですか、うん、日々はね、基本、なんだろうな、平日は蔵前のお店の、はい、2> 今、2階をちょっと事務所みたいにしてて、<ー>なんで蔵前にいてて、はい、まあなんだろう、打ち合わせ入ってたりとか、はい、まあ基本的に、そうだね、本当出社してみたいな、一 <laughs> 日のスケジュール結構じゃお店お店はね、そんな立ってないんですよ。そう だか日なん朝6時ぐらいに起きて犬の散歩早いってめちゃくちゃ早いっすね。超早起きで6時に起きて犬の散歩行ってそこから店向かって大体8時過ぎとか9時ぐらい9時前ぐらいか8時半とかにいて仕事して夜帰って寝てみたいな。まあそうだねだから平日は普通にそんな感じでやってて。 土日とかはポップアップ行ったりとか、そういろんなとこ行ってだから、そうそうそう。仕事ばっかりですか？仕事ばっかりじゃ、仕ですか？好きだからね。そっか、好きだからやってんのか。ですよね。全然だからしんどくはないかも。しんどくはないんだ。ケモで始めてからずっとそんな感じかな。なんか。 うん、休んだことないかも休んだことないかもというか <laughs> い常に考え続けてはいいからって感じか、うんうん、すごいだね週7っすもんね,だねやばすごいわどうぞどうぞだ、うん、から犬の散歩って言ってたじゃないですか 2>、うん、犬2軒いるじゃないですか犬2軒、うん 結構大きめですよね。そそそうううめちゃくちゃ俺ちょっと見たんですけど動画マクガフィンかなめちゃくちゃ元気な犬2匹いてあと名前なんでしたっけ丸と光だ丸とツだこれ結構いつから保護犬なんですねしかもねそう保護犬はいで今2年前とか3年前から飼ってるかな2匹へえそうそうどこで保護犬 なんだろう保護犬サイトとかっていうよりかは、うん、本当にあの多頭買いで買えなくなりましたって人から引き取ってって感じうか。そことか言ってやばかったよ本当にかかん,なんか結構なんだろうもう狭いとこにワンちゃんいっぱいいててみたいなところでみたいなそうそうそう。 なるほどですねでもそれもなんかすごい人柄を感じですね保護犬っていうそうねでもかわいいよほんにそうですよねまあ13分週ぐらいですからねさすがですねそっそかえ趣味とかはないですかその趣味野球以外とかで仕事以外でとかとね映画も好きだしいいい最近漫画超読んでるえ漫画読んでるすか漫画俺人生で読んだことなくて今まで珍しいなんだけど最近ね そうなんか人からこういろいろ教えてもらって、面白そうと思って読み始めて漫画超ハマってる、うん。あ、そうなんですか。で<う>、最近今なんかはまってる漫画とかあるんですか。ワンピース。ワンピースだ。<laughs> ワンピースあれ最高だね。<laughs> 結構。なんだ、改めてこう、なんだ、なんか俺らが小学校ぐらいの時からさ、アニメとか始めて、漫画も出始めてだったから。はい でもなん,かなんとなく内容は知ってるけど,だけど改めて読んだ超やばかったな、うん、<う>ちゃんと見たことなかったアニメは多分ちょっと見てたんでちょっとは見てるけどなんかそんなにそんなに知らないみたいな、はい、あそういう感じだそ<う>一から読み始めたんですか一から読み始める <laughs> うわ超やばいなみたいな <laughs> ルフィかっけえみたいなルフィかっこいい,い <laughs> 確かに確かに <laughs> そう「ワンピース」最高だね <laughs> 読んでるえっとね まだえー、とけでも結構読んだっす読んだっていうか読んだっすうん、うん、えっとねでもえっとに「ワ、え、ノ、ー、国編」が終わるぐらい,まいかなパンクハザード入るぐらいでちょっと一旦止まってるしるやっぱ最終出るじゃないですかこれから、はい、で今 YouTube でずっとやってるじゃないですかうん、うん、それも終わって最終章とか出た始めぐらいで、うん、なんかちょっと最後も見ようかなみたいな感じで、ね、ちょっと待ってるんですけどね <laughs> いやワノ国とか俺結構なんかその、はい なんだろうもう辛くて辛くてってあのその、はい、なんかそのなんだろうなんだっけおでんと、はい、かがもうめっちゃうわなんか胸にこう <laughs> 確かにそう響いちゃってるビくスねワンピースでも結構食らうねいやワンピースはマジで食らうっす <laughs>、うん、あれマジ食らうっすね,ねいや最高だわいや最高っすよ、うん、結構もう多分もう世界に誇れる 日本が作った芸術だし、うん、多分永遠に休養箇所に乗って語り継がれるんだろうなってマジで思うし終わんのまあでもやっとあんのかいやそうだねまあ長かったっすからね、うん、俺が生まれた年なんですよあそうだねーー始まったのが、えー、97年うううんうん、うん。そうだからあ

キングダムマジすキングダムもいいっすね。巻みたいな結構漫画系を読んでるから最近。ええキングダム俺も好きっすわ。最高だよね。最高っす。あれはマジで最高っす。なんか勝手に人生と比べて俺もなれやがるって俺も頑張るみたいな、なんかそういう気持ち。男だったら通じるっすよね。 いや確かに誰が好きですかキングダムのキャラクターねキングダムのキャラクターねむずいっすよね誰だろうないやみんな好き歓喜とかやっぱり歓喜っすね確かにうわみたいないや誰っすよね普通に確かに確かにそうめちゃくちゃ僕は肉人かと思ったらみたいなそう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 そいそ確かにそう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 映画見たっすそうそうそうキングダムの映画もおもろいっすあマジでおもろいっす 結構びっくりしてなかなかアニメとか漫画の実写ってうまくいかないっいうかこけることが多いじゃないですかでも「キングダム」はマジでおもろいです映画としてちょっと見てください映画も好きですもんね映画好き見た方がいいと思いますマジで映画は何見るんですか最近見た最近見たなななんんだだろうっけ最近見たやつはねネットフリックスないですかね なんかアメフトのやつなんだっけな、うん、<あ>オールアメリカン違うあ違う映画か映画店で見て,てもらっていいっすよアンダーサドックみたいなやつかなこれねフィルマークスつけてんだよ<ー>そう一番好きな映画はねフォレストガンプなんだ、ね、フォレストガンプだフォレストガンプ超好きフォレストガンプやばいっすねそうそう最近見たやつなんだっけなあアメリカンアンダードックっていうこれめっちゃ面白いああマジですかそう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 どですねそう なんかこうアメフトでこうなんだろう飯食っていくってなってプロ契約もしたんだけどなんかこうなかなかうまくいかなくてみたいなでスーパーの店員とかやっててまたアメフトでこう成り上がっていくみたいな、はい、ええ、マジっすかそう超面白いええー、ちょっとそれ面白そうですねえい,いやその映画面白そうやなそうそうそうや,やっぱアンダードック系やっぱ好きですか成り上がりとか <laughs> あとブラックムービーすごいですブ,ブラックムービー何が <laughs> <う>好きっすかななんだろうな あのポケットいっぱいの涙とかおおんだそれ見たことないかもしんないあほんとい、そうメラス・ソーサイティってやつメラス・ソーサイティあ見たことあるかもしんないなそうそうそう結構面白かったりするそうそうそうあとスパイクリー系は割とスパイクリア系はいいですよねでもね映画はね好きだねでも映画むちゃくちゃいいっすよねそう見ちゃうですよね 重なるっすよねモチベーションに俺も結構もともとずっと映画好きだったんで結構そのモチベーションとかにめっちゃしてるかもしれないですね男の人生とかやっぱ学べるっすもんね最高最高っすよねマジでそっかちょっとこういう感じで結構いろいろあのまた K ボスのこともそうだしマケンボウさんのこともたくさん知れたと思うんですけど俺ちょっと気になってることがあってこっからお店も増えてくのかなみたいなああ だね。からねんだろう今6店舗あってんだろう6店舗まで結構ガって増やしていったんだけどここからもね増えてはいく予定だね増えてはいくけど今のペースんだ今出したペースぐらいではいかないからあそうなんだそうちょっとゆっくり見て年一年二ってまあまあでもですね出していけたらいいなみたいな今ちょうどね計画中いろいろとそうそうそうちょっとだけ聞いていいですか 今まで出した場所じゃない都道府県ですか今までね、うわーんとね、もうあるし、今まで出したとこにもう一個できるかもみたいな感じかな。ちょっと楽しみですね、これは。ちょっと皆さん、ぜひぜひ、ケボズ、インスタグラム、YouTube もやってるっすもんね。YouTube もぜひ、概要欄に入ってくんで、ぜひ見てください。他には何か ケボズなんかこれチェックしてほしいとかってあるですかインスタ YouTube 以外は。まあでもインスタ YouTube 見てもらえたらいろんな情報流ってるんで。と、はいう、ねうん、ことでぜひぜひねあのすごいいい,い,いあの、まあ、今回ちょっとどういうブランドっていうかっていうのも結構知ってもらえたと思うんで興味があればねウェブサイトとかも貼っていくんでぜひぜひ見てもらってインスタ YouTube とか見てくれたらなと思います、はいはい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。はい ありがとうございますありがとうございますいやいやありがとうございますい<や>ありがとうございます <laughs> よかった良かった。